はやまよしき3月12日から1945年10月18日は、日本の小説家、本名よししげ、福岡県京都郡と四つ村出身、早稲田大学高等予科門科中退。労働運動に従事し、職を転々とする傍ら、文芸戦線に発表したインバイフで注目され、作家生活に入る。セメント村の中の手紙や、長編。 海に来る人々などで労働者階級の生活と、反抗と連帯感を描き、初期プロレタリア文学の代表的存在となった。その後開拓団員として、満州に渡り、敗戦後、引き上げの車中で病没した。農民小説も書いた。氏族の家庭に生まれる。旧制徒四つ中学から1913年に、早稲田大学校東予科に進学するも、学費未納により除籍。 その後、船員として、軽かった航路や、室蘭横浜航路の貨物船に乗船した。この時の経験が、後年の作品の素材となっている。1920年、名古屋のセメント工場設立の名古屋セメント。同社は1922年に、報告セメントに合併される。二勤務、そこでの労働事故をきっかけに、労働組合を作ろうとするが失敗し、解雇される。 その後、名古屋労働者協会に加入、各種労働葬儀を指導した。1923年、名古屋共産党事件で検挙、名古屋刑務所に未決集として投獄され、獄中でインバイフナンパを執筆。一旦保釈されたが、1924年有罪が確定。菅も刑務所に服役中、名古屋刑務所で遭遇した、関東大震災の体験に基づき、 牢獄の反日を執筆し、雑誌、文芸戦線に発表する。1925年出国後、文芸戦線1925年11月号に、インバイフ、1926年1月号に、セメント村の中の手紙を、海に来る人々を、改造者から書き下ろしで発表し、これにより葉山は一躍分断の新進作家となる。既存のプロレタリア文学が、関連的、 図式的であったのに対し、葉山の作品は人間の自然な感情をのびのびと描き、なおかつ芸術的完成度が高かった。特に海に来る人々は日本プロレタリア文学の傑作と言われる。プロレタリア文学運動が戦期派と文芸戦線に分かれた時、文芸戦線派に属し、その代表的な作家として活動した。 特別高等警察による思想統制が激しくなり、日本の国論が中国大陸への進出に統一されていくと、葉山は転校し、翼産体制への支持を強めた。1934年からは、長野県に住み、現地で小説を書きながら、工事現場で働いたりもした。1943年には、満州国で発行された満州新聞に投稿し、 自らも満州国への開拓団運動に積極的に関わるようになって何度も止まんした。最終的には開拓村に移住するために1945年6月、娘と共に止まんしたが、ソ連軍の満州占領と第二次世界大戦の日本敗北により日本への帰国を決める。その途中、1945年10月18日、列車内で脳溢血を起こし、 特営駅に着いた時には死亡していた。戒名は清流院葉山大事故時。遺体は特営駅付近の線路際に埋葬され、遺髪が長女によって青山霊園の解放運動無名戦死亡に収められた。1977年10月18日、故郷の宮古町八景山に文学費が設立された。葉山の連載記事発見のニュース、日本語版、岩井博史、 作家の臨終、母肘典269ページ、大塚明、文学者倉庫記録図書館189ページ、ありがとうございます。